さあ決勝戦の試合開始、洛南3連覇4回目の優勝なるか。福岡第一は3年ぶり2回目の優勝を狙います。まず福岡第一ボールでスタートしました。さあまずディフェンスを見ていただきますが、オフェンスリバウンドジミー早川、島村さん、はい、まず福岡第一の入口コーチなんですけれども、洛南は、まあ、のオーソドックスなチームなので、はい、まあ、明星、今まで戦ってきた明星や、はい、八王子よりはやりやすいっていうことを言ってましたね、はい、ちょうど僕ポイントになるのは、早川選手と辻山選手のところだと思いますね、はい、まずゴール下に入りましたイブラヒマのローポストのプレーで点を取りました。ディフェンスマンツーマンです。谷口が入れますがカットしました、うんね、はい、さあ早い攻めですぐシュートを打った。どうも来てますね好調の玉井です。石崎さん、はい、福岡第一立ち上がり動きがいいんじゃないですか。そうですね、すごくボールも回ってますし、いいと思います。はい、洛南ここは谷口、正面から打っていきました。佐藤のシュートは落ちました。リバウンドブラヒマ、これも決まりました。和田、島村さん、はい、躍動感がちょっと違いますね今ね、そうですよね、はいはい、かなりいいですね、はい、やっぱインターハイでもね、やっぱり2時間ぐらい勝ってるんで、はい、なんか相性っていうのもあるかもしれないですね、これね、スリーポイント落ちています。これもリバウンドイブラヒマ、動きがいいです。早、はい、いですねこれね、ここも決まりました。タイムアウト、4連続8対0としました。これ鴨さんが決勝戦は特にこう流れを早くつかむ方が大事だと言われましたが、今その流れを福岡第一が好スタートで切りましたね。素晴らしいですね、まあ、中原さんも言ってましたけどね、やっぱイニシアチブを取ったのは福岡第一ですね、これね。そうですね、洛南のベンチ入りの選手をご紹介しています。まあ、洛南は佐藤、比江島、谷口、加藤といったところが3年生、そして2年生がこれ海老名から鈴木までは2年生です。画面でご紹介している2年生の鈴木選手はお父さん鈴木君和さんですね。 そうですね、はい、それから加藤選手のお父さんもかつて活躍してませんでした。住友金属で僕と同期なんですけどね。そうですね、まあ、そうした親子高もこのメンバーの中に含まれています。一方の福岡第一高校、まあ、ここは2年生メンバーがずらっと並んでいます。まあ、イブラヒマはまだ2年生ですから、だから3年が少ないんですよね、どちらかというとね。そうなんですね。さあ島村さん、はい、まず今の洛南の吉田コーチなんですけど、はい、1声目が気持ちが入ってないからですからね。あ、やっぱりね、はい、縦をついていくというのは必要でしょうこれね、はい、うん、これはディフェンス側のファールです。石崎さんは立ち上がりを見ていて、はい、今洛南に必要なことはどんなことだと思ってますか。そうですね、この福岡第一の立ち上がりっていうのは、はい、最初の早川選手のオフェンスリバウンドっていうのが、すごく、気持ちのこもったリバウンドを取ってたので、はい、その分で今福岡第一が自信持ってプレーしてると思うんですよ。なるほど。なのでまずはその、イブラヒマ選手のところもそうですけど、チーム全体でリバウンドをしっかり取っていくっていう、ようやくワンゴールを返しました。 今それが出ました ね、 今ね、そうですね、はい、比江島で点を取りました。やっぱり点を取るのは比江島と谷口で点を取っていかないといけないでしょう。あとこのね、アウトサイドのシューターに対しては、はい、もうちょっとつきたいですね、これね、簡単に打たせますから今、はい、鍵野のシュートが決まっています。ここに谷口がいます。谷口が外へ出す。
短いリバウンド、イブラヒマ。まずはやっぱりディフェンスからリズムをつかむしかないですから、はい、今3人の外側のシューターに打たれてますからね、かなりね、はい、よくボールは回っています。動きのいい、わー止まらないですよ。これはスリーポイントまた来ました。乗ってしまいましたね、これね。そうですね、13対2。これまたターンオーバー、一人余っています。これはカリノが落としました。これは救われました、洛南。1クォーターの立ち上がりの、ね、4分ぐらいなんで、はい、落ち着くことが大事ですよね、はい、まだ11点差ですから、この谷口6番とそして比江島の動きを注目してください。比江島、そうです、この人の、まあ、個人技も非常に大きくゲームを左右すると思います。さっきから比江島君がインサイドでミスマッチなので、はい、ポストアップしようとしてるんですけど、はい、洛南の、全員の息が合っていないので。なるほど、これはやっぱり洛南のあそこのマッチアップは強みだと思うので、もう少し強調していくのもいいかもしれないです、はい、うん、それともう一つディフェンスでやっぱり振り回されてしまってるんで、はい、オフェンスのリズムがつかめないんじゃないですかね、やっぱりね。第1クォーター13対4と福岡第一リード。加藤を入れてきました。かつてはお父さんも活躍をしました。打者はチームの選手ですかね、加藤。そうですね、鶴口が出す、攻め気が必要ですね、これね、あと比江島ターンオーバー、これで3つ目ですからね、はい、3つ目です。ジミー早川、おっとこれは加藤選手のファールですね。加藤のファールです。今も比江島のターンオーバーがありました。フリースロー、ブラヒム。今大会はここまで84点取ってきました。平均21ポイント、リバウンド平均 17.5。 比江島、谷口、ゴール下に加藤がいます。11番の塩谷を使ってきています。そうですね、はい、ボールサイドカットを繰り返してるんですけど、あんまり有効になってないですよね、はい、フォローしているイブラヒマ、バーン、ダンカー、構えがうまく生かしまして、最後はイブラヒマの豪快なダンク、16対4。イブラヒマ5点。昨日のジャール選手よりもやっぱトランションいいですからね、そうですね。どうも石崎さん、オフェンス苦労してますね。そうですね、すごく福岡第一のディフェンスのプレッシャーがいいので、はいはい、楽な攻め合うみたいな。谷口2人行ったダブルチーム決めました。谷口は昨年の決勝戦ではリバウンドで頑張りました。これもゴール下まで持っていきました。イブラヒマ動きはいいですね、イブラヒマ、はい、7点取りました。18対6。比江島は昨年のこの対戦カードでは決勝で28点取りました。ここは加藤入れて、谷口対イブラヒマ、ターンシュートで8点目が入りました。18対8。谷口選手、比江島選手4点4点、はい、この辺を攻めていく、他の選手はやっぱりディフェンスでね、はい、プレッシャーをかけていきたいですね、今のところね、うん。さあディフェンスからです。洛南合わせた、イブラヒマ、うまいですね、今のもね、うまいですね、長い腕を器用に使いました。これで9点取りました。イブラヒマ12点を追います。なかなかオフェンスのリズムがつかめません。京都洛南、塩谷、リングを見た方がいいですね、はい、今、はい、おっとこれはそうすると、うん、ファールですね、はい、カリノのファールです。パスパス見るのもあるんですけども、リングに向かっていくというのは大事でしょうね、ここね。あ、確かにね、
加藤、ゴール下に谷口がいます。谷口対柳島の1対1。谷口アウトサイドから、あここはうまく比江島が中に入って外に出た、谷口を使いました。これで20対10です。3分切っています。よく打ち外打ち外ボールが動いていますが、このリバウンドが、ね、落ちた後のリバウンド取りたいですね、リバウンドで決めました。これで11点取りました茨城間。パスが悪いですね、まだここ。そうですね、ここで加藤、ここは完全に加藤の前が空きました。どうでしょうか石崎さん、はい、少しはオフェンス洛南変わってきたでしょうか。まだですか。いや、だいぶあのチーム全体の判断が良くなってきていて、なるほど、はい、さっきまではすごくみんなが動きすぎている感じだったんですけど、今は、的確なタイミングでドライブして、はい、うん、いい場所にパスを出しているのですごくいいと思います、はい。中にカットインしました佐藤、ね、そうですね、良くなってきましたね、はい、ある程度やっぱりノーマークで打てなくなりましたかね福岡大臣もね、確かに。早川ジミースリーポイント、あ、玉井選手決めました。玉井昨日から絶好調、あそこは僕もうちょっとつかないとダメですね、そうですね、昨日のね、はい、今日ですからやっぱりいいタイミング残ってますからね、はい、いいね。玉井7点取りました。佐藤キャプテン、佐藤あっといけないターンオーバー、これも余っています。そのまま持っていった、あっとよくブロックした。リバウンドは、リバウンド取りたい、オフェンスリバウンドつないでいます。玉井ジミー、結局早川ジミーを生かしました。まあ、今ぐらいチェックしてね、打たれて入ったらしょうがないでしょうね、はい、今はね、福岡第一これで全員得点です。比江島、谷口、もう一回比江島に渡しました。さあこの形、この2人の形を生かしていきたい。まもなく20秒切ります。ここは技、時間いっぱいでいきます。早川地味苦しい体勢、さあ7秒6秒、谷口がスリーポイント見事に決めました。これは第2交代期待も出ますね。そうですね、ちょうど時間いっぱいでスリーポイントを決めましたブザービーター。27対19で第1クォーターを終わっています。第2クォーターに入ります。1クォーター終わりのメンバー変えないですね、吉田さんね。洛南高校は11番の塩谷を使っています。島村さん、はい、洛南の吉田コーチなんですけれども、やはりそのやりたいところで、相手にやりたいところでボールを簡単にもらわせてるからやられてるんだと。ただもうやられたことはしょうがないと、このクォーター頑張れと、はい、で第一の方なんですけれども、とにかく持たせるまでのディフェンスを頑張れと、持たれたらしっかりとステップバックをしてファウルに気をつけろという指示ですね、はい。強烈なブロックがありました、このイブラヒマのブロック。ナイスパスが入ったが、今のやっぱり VTR 見てると、アウトサイドシュートがないのかもしれないですけど、福岡大臣フォーカスの、あまりも小さくなってますよね、福岡大臣のディフェンスが。ね、いいですよ、ナイスです、ナイスです、いいですね、これはナイスプレーだ、幸せですね、入ってきました、塩谷。これ、第1クォーターの終盤からこの塩谷が効果的に動いています。あ、ファウルもらいました、ファウル。縦についてくるとこういうことありますから、はい、これ狩野選手2つ目のファウルですよね。そうですね、狩野のファウル2つ目。まあ主力のファウルトラブルは気をつけなくてはいけません。まあこれは最初にもお話が出ましたように、かつて石崎さんもまあ苦い目にあったという。またそこ行きますねすいません
これで7点差です。2ファールです。包丁玉井、早川地味、柳川送って、怖がらない、もうちょっと詰めて、ね、おっと前が空いた、うん、ドライブで取りました。狩りの7点、ここは加藤地味が止めます。塩谷、比江島に入った、いい形ですね、鮮やかです。ちょうどハイポストからのジャンプシュートで決めました。8点取りました。比江島、絶好調のスリーポイント、玉井今度は落ちました。ただ1コーターの中盤以降からですね、はい、アウトサイドのシュートというのはちゃんとついているので、はい、危ないですね。危ない、ちょっと落ち始めてますかね、福岡ではね、はい、今笛はありません。スリーポイント、うん、外から打ってきました佐藤。そう、この形が欲しいですよね、これが、はい、そうですね、佐藤5点です。いい形ですよ、はい、さあチャンスだ、洛南。もう一回比江島選手ポストアップでもいいかもしれませんね、これね、はい、これで谷口が移動します。今ハイポストにいます。今度は変わって比江島がハイポスト、また打ってきました佐藤。ハリバックですね、アウトナンバーできてるんで、これはい、和田絶好調のスリーポイント構え、これで2つ続けて落ちましたが、福岡第1ゴールです。しっかりリバウンドも取れてますし、ディフェンスもタイトにプレッシャーかけてるんで、はい、福岡第一もあんまり気持ちよくシュートは打ってないですね。そうですね、福岡第一ここでタイムアウトを取りました。そうですね、立ち上がりの流れが少しまたこれで洛南が押し戻す形になりました。まあでも昨年のこの両チームの決勝戦も最後まで競った試合だったですから。そうなんですよね、最終的にはファールトラブルというね、そうでした、そこがやっぱキーになりましたからね、最終的にはジミー早川のファールトラブルが非常に響いてしまいましたし、ね、はい、あとイブラヒマ選手もそうファールアウトですかね、はい、2人ファールアウトしましたからね、あの全ボールが全部外に回らされているから、いいごめん見れます、まあ、そこちょっと我慢しよう、うん、今ちょっと声が聞こえてきました。最後にもう一本という声がかかりました。29対25、福岡第一4点リード。和田、前が入れてイブラヒマ、この位置から打ちました。昨日の準決勝はこの辺りからのシュートがよく入りましたね。佐藤選手は意識してるのかもしれませんけど、はい、早く前にパスをさばくようになって、動きが良くなりましたよね、はい、佐藤、はい、今洛南の方は外ばかりでボールが回ってるんで、一度ボールを中に入れなさいというシーンですね、はいはい、なるほど。で第一の方は、うん、とにかくインサイドの、はい、イブライマ選手ですよね、はい、彼にドリブルをつかないでちょっと今プレーをしてみろということを言ってますね、うん、お比江島のハイポストからのシュートが決まりました。これで比江島10点取っています。さあリバウンドも取れるようになりました。ワンゴール差まで来ました。追ってきました洛南、加藤。じゃあ面白いもんですね、一番最初の勢いがなくなってますけど、ね、ここから動きはね。リバウンドは福岡第一カリノ、イブラヒマ、あ、いいですね、ディフェンスの谷口の上を行きました。昨年の2人の対決の時にはファールを誘われた形になりましたイブラヒマ。まだ1年ですね、その時はね。そうなんですよね、比江島、
いいパス出しだ、うん、加藤が決めました。31対29、ワンゴール差です。福岡第一のリードは2点だけになりました。イブラヒマディフェンス、谷口かわして、このリバウンドですね。あ、惜しいですね。今フォローしました玉井。ただ早川選手のリバウンドは気をつけなくちゃいけないですね。そうですね。イブラヒマ対谷口、上を行きました。確かに昨年に比べると非常に上手くなってますね。上手いですね。佐藤、おー、ナイスバー、よく飛んだ。いいですね、加藤選手ね。ナイスプレー加藤。まあこれ両チームとも我慢ですね。このね、そうですね、リズムがね、はい、両方にありますから。石崎さん、加藤が入ってきてよく機能してませんか。そうですね、すごくインサイドの部分でリバウンドだったり、地味なところで活躍している。そうですね、インサイドのスペースを非常にうまく取っています。さあ、同点のチャンスにしたい洛南。当然1回インサイド、江島、加藤の左手のシュート、惜しいですね。カットしました。いい動きの比江島です。インサイドに入れたですね、はい、インサイドに入れた、はい、谷口フェアウェイ、同点に追いつきました。第2クォーター3分52秒というところで同点に追いつきました。ようやく1クォーターの最初のね、はい、あのリードというのをなくしましたね、ね、そうですね。33対33の同点。玉井、わ、好調は続いています。これで玉井10点取りました。あ、オフェンス取られましたね。オフェンスファウルです。これ逆だったら3つ目のファウルでしたからね今。あ、そうですね。8番のエビナのファールです。エビナのファールは1つ目。第2クォーター残り時間3分20秒、福岡第一3点リード。玉井のスリーポイントで同点から3点リードに変わりました。今僕はですね、はい、ここはあの加藤選手に代わって鈴山選手なんですけれども、体のあたりで加藤選手が引きを取ってないんですよね、早川選手に、はい、このあたりがどう出るかでしょうね、うん、そう、洛南は9番の鈴山を入れてきました。フリースローをもらいました早川ジミー。早川ジミーも NBA に憧れています。まあ、来年はあの奨学金をもらってアメリカに渡りますね。波里がそうですよね、昨年ね、17点取りました早川ジミー。これで福岡第一5点リード。まもなく3分切ります。谷口、スクリーン使ってイブラヒマ、和田、ファウル。ハッキングのファールがありましたが、ここでタイムアウトを取りました。洛南がタイムアウトを取っています。伊崎さん、一旦は同点まで行きましたが、はい、そこでまた福岡第一5点リードに変わりましたが、はい、あれやっぱり玉井のスリーが効きましたかね。いやー、まあ、その前にですね、5回か6回ぐらい連続でイブラヒマ選手がシュートを打ちに行っていて、ね、すごくインサイドでイニシアチブを取ろうとしてたんですよね、そうやって外の選手もようやく2クォーターの最初にはなかったような積極性が見られるようになってきたので、そういうふうなあの福岡第一の本来のスタイルというものをなるほどが今出てきてるんじゃないかなと思います。これ本当にそのゲームの中での流れ、
その川の流れと同じようにこう急に勢いがついたりですね、そうですね、それから濁流になってしまったり、はい、これ本当ゲームの中でそういうのがあるんですね。また本当にすぐストップしてしまう、止まってしまう場合もありますからね。そうそう、あのせき止められてしまうようなこともありますからね。前半残り2分47秒の戦い、福岡第一5点リードです。昨年のこの決勝戦も両チームの対戦は最後までワンゴールを争う内容の濃い決勝戦でした。これはチェックが入っていますが、リバウンドイブラヒマ、玉井、今度は玉井ドライブ、ロケット飛びました。比江島今のような切れ味のある動き、そしてソフトな動き、比江島すぐ打った球、リバウンドは、あ、リバウンドは弾かれましたね今ね、はい、またオフェンスリバウンドは福岡第一、今度はどうかな、うーん、落弾ボール、あ、そうでしょうね今のは、はい、間違いでしょうね今のは、そうです、福岡第一ボールです。アウトサイドシューターの玉井、今日もよく決まっています。バーのアリガス、ギミー早川、もう一度玉井から中に入れてイブラヒマ、このリバウンド取れないですね、またファウルですね、ここですね、そうなんですね、あの僕がさっき言ってたここがね、あの加藤選手だと、はい、体があるんだね、入っていけないんですよね早川選手は簡単に、ここちょっとあの鈴山選手頑張ってもらいたいですね、打たせる玉井、フリーになりました。玉井のスリーポイントシュートが決まりました。41対33、また点差が開きました。また流れは福岡第一です。すぐ打ってきました、このリバウンドですね、はい、リバウンドイブラヒマ、ことごとく今捉えてますから、これそうですね、イブラヒマうまい、10点差に開きました。一度はこの第2クォーターで中南が同点に追いつきました。難しいシュートを海老名が入れました、うん、イブラヒマフェーダーウェイ、これも確実です。ちょっとディフェンスの足が落ちましたかね、楽だね、はい、今年は谷口で止めることができません。イブラヒマ19点取りました。イブラヒマ、ああ、ディフェンス側イブラヒマのファールです。今日のここまでのセンターの対決はイブラヒマの方に分がありますね、まあ、昨日の疲れもあるかもしれませんけど、あ、確かに全然違いますからね、ジャロの場合はどちらかというとインサイドがオンリーですから、はい、イブラヒマ動きがありますからね、からね、はい、比江島、あーっとチャージング、オフェンスファール、比江島、まあ、今の右手ですね、右手もかなりも押してますから、はい、あれはチャージング取れますね、これで比江島のファールは2つ目、ここでまたタイムアウトです。45対35、また福岡第一のリードは10点に広がりました。同点に追いつかれたところから福岡第一がまた立て直しを図りました。やっぱり石崎さん、あの、はい、タイムアウトを取ったところの指示が的確なんでしょうか。選手はこれにしっかり応えているということでしょうかね。そうですね、やっぱり、チームとして何をすべきかということを選手は再確認して、はい、たことでこの結果になってきたのかなと思います。
ぱり早川選手のオフェンスリバウンドっていうのがすごく今効いてます。効いてますね。そうですね、早川のオフェンスリバウンド、それからディフェンスに回った時のイブラヒマ、この2人をなかなか今日洛南は谷口で止めることができませんで苦労しています。こういう留学生のいるチームって、はい、大体あの外人の選手は、ゴール下に立ってるだけっていうスタイルが多いと思うんですけど、福岡第一はイブラヒマ選手もすごく谷口選手に対して必要にプレッシャーかけているんで、チーム全体としてディフェンスやろうっていう意識が見受けられますよね。前半残り時間が20秒切っています。10点リードの福岡第一、10点の割り対戦なんとかね、ここは5秒まで来ました。中に入っていった河合のシュートはダメですが、これもオフェンスリバウンドをつないでの3はここは落ちました。これで前半終了しました。福岡第一45点、一方の洛南35点、前半終わって10点福岡第一がリードを奪って折り返します。